さあ続いてはスポーツアイのコーナーです。今夜は県選抜少年学童野球大会で初優勝を果たしました小島ビガーズの皆さんにお越しいただいています。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ小野木監督、初優勝、改めておめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちをお聞かせいただければと思います。はい、5試合を通じて、投手を中心に、守り抜いた野球で結果が優勝できたことが良かったと思います。また、私監督となって20年の、節目の年に、優勝できたことが、とても嬉しく、子どもたちに感謝しております。子どもたちと一緒になって掴み取った優勝でしたね、うん、その新井キャプテンはいかがでしょうか。はい、今大会はチーム一致団結して一戦一戦大事に戦ってきた結果が優勝につながったと思います。みんなの強い思いが優勝につながりました。ここからは小島ビガーズの勝ち上がりをご覧いただきましょう。小野木監督、特にポイントとなった試合というのはあったんでしょうか。はい、準決勝の、千代田、ゴールデンイーグルさんとの試合です。強打の打線に対して、原田が粘り強く投げてくれて、最終回、ピンチの場面に、登板した新井が、よく抑えてくれたと思います。今大会エースの原田投手が17回と2/3、3/2を投げて自責点がわずか2と非常に安定した投球を見せました。ご自身のピッチング振り返っていかがですか。はい、テンポよく投げるようにしていて、打たせて取るピッチングで、チームにいい流れを持ってこれたので良かったです。またフォアボールも少なく、チームにいい流れを持ってくれたので良かったです。ね、本当にテンポのいいピッチングというのがチームを決勝戦に導きました。5-3、千代田ゴールデンイーグルスを破って決勝進出を果たした小島ビガーズです。さあここからは決勝戦も振り返っていきたいと思います。決勝の相手は桃の木フェニックス。この期監督、2年連続で決勝進出の強豪桃の木フェニックス、どうご覧になっていましたか。はい、昨年この大会の、準々決勝で、桃の木さんに、負けてしまいました。今年もとても強豪なチームで、バッティングがとてもいい、印象でしたので、原田と、新井が、どこまで、いいピッチングしてくれるのか、楽しみにしていました。リベンジということでやはりこう燃えて試合に入ったという感じですか。はい、そうです。新井キャプテン、試合前のチームのみんなの様子なんかはいかがだったでしょうか。はい、みんな緊張してたんですけど、絶対勝って優勝するぞという気持ちでいっぱいでした。とても緊張していたようには見えない伸び伸びとしたプレーが見られていますけれども、試合は小島の打線が爆発。小野木監督、試合の流れどうご覧になってましたか。はい、打つ方ですと、初回に2アウトから、周東、新井、橋本が、打ってくれまして、6点を取れました。守りの方が、4回に、2アウト満塁の、ピンチがあったんですけども、そこで、登板したエースの原田が、よく抑えてくれた結果だと思っています。その投げては先発の新井キャプテン、そして2番手の原田投手で、ここまでチーム打率が3割を超えていた強力な桃の木打線をこの大会わずか決勝戦で1失点ということで、新井キャプテン、強力打線相手にということでどんな思いでマウンドに上がりましたか。はい、後ろで守っているみんなを信じて打たせて取るピッチングを心がけました。また4回途中から登板したエースの原田投手はどんな思いでマウンドに上がったんでしょうか。はい、小太郎が粘り強いピッチングをしてくれたので、それに負けないように強い気持ちでマウンドに立ちました。投打が噛み合い13-1、5回のコールド、桃の木を下し見事初優勝ということになりました。はい、ということで群馬テレビでは今大会の準決勝そして決勝の模様を今月23日の夜7時からダイジェストでお送りします。ぜひ
選手の皆さんの雄姿を、テレビの方でご覧ください。さあ、そして優勝を決めた小島ビガーズの皆さんは9月に埼玉県で行われる第15回ガスワンカップ選手権に出場が決まっています。ではこの大会に向けて皆さんに一言ずつ意気込みを聞いていきたいと思います。では柴田選手から順番にお願いします。はい、4番キャッチャーの柴田光介です。たくさんの人の支えがあって優勝できました。これからも感謝の気持ちを持って頑張っていきたいと思います。続いて小畑選手もお願いします。はい、5番センター守ってます小畑博人です。選抜の県大会優勝できて嬉しかったです。ガスワンカップでは応援してくれる人がたくさんいるので期待に応えていい成績を残したいです。続いて戸谷選手もお願いします。はい、3番セカンドを守っています戸谷和村です。各県の優勝チームが集まる大会に出場することができてとても嬉しいです。全力でプレーをして、頑張ります。はい、頼もしい言葉をいただきました。続いてはエースの原田投手お願いします。はい、ガスワンカップでは群馬県代表として恥のないよう全力でプレーをしたいです。はい、そして新井キャプテン、全国の舞台でどんなプレーを見せたいですか。はい、大会までにしっかり準備してビガーズらしい野球をして勝利したいです。最後になりますが、小野木監督、大きな舞台で勝ち上がるために必要なこと、そして大会への意気込みをお願いします。はい、まだ9月までは時間がありますので、しっかり群馬県代表として良い結果が出せるように選手と一緒になって練習に取り組んでいきたいと思います。勢いそのままに全国の舞台でも活躍することを期待しています。今夜は県選抜少年学童野球大会で初優勝をしました小島ビガーズの皆さんにスタジオにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ここまでスポーツ愛をお送りしました。